金賞後は、大韓民国の軍人。朝鮮戦争開戦時は、第六師団を指揮していた。指揮した著名な戦いに、春戦の戦い、白馬高地の戦い。休戦後は、合同参謀議長、陸軍参謀総長を歴任して、大将に昇進した。大局武功勲章受章者。1921年5月22日、中世北道沖志州軍で生まれる。 日本の中央大学法学部在学中に学徒出陣し、日本陸軍将尉任官。1946年1月、大韓民国陸軍の前身である南朝鮮国防警備隊に入隊。1月22日付にて、軍事英語学校卒業、任意将尉。軍番31番。 1946年2月26日より、全羅北道にて金城一中尉のもと、第三連隊の創設に参加。1947年12月1日、軽起動を担当する第一連隊長。1949年より38度線では、南北の武力衝突が頻発しつつあり、5月4日、佐波の将校が多数の兵士を道連れに、 北朝鮮に亡命する大事件が起こった。38度線に近い春川に駐屯していた第8、連隊第1大隊の半数が北朝鮮側に亡命。翌日の5月5日には、第8連隊、第2大隊の大隊長、共隊部と兵士150人が越北した。これらの事件を皮切りに第1連隊が警備していた、犠牲府でも北朝鮮軍の侵入が度重なっていた。 連隊長の今週5は、越北を装い収容に来た北朝鮮軍部隊を攻撃する計画を立案した。情報局の金正流大将と図り、38度線を行き来している二重スパイを利用して、北朝鮮軍に一個大隊が5月8日に射食座とを経て、遠国に越北するから収容の措置を講じてほしいと伝えさせた。 第8連隊の集団越北の直後だったこともあり、北朝鮮軍側はこれを信用し、報道関係者まで集めて、収容の準備を行った。5月7日、一個中隊に越北を寄わせ、東側より二個中隊、西側より一個小隊を迂回させ、収容に来た部隊の退路を遮断する計画であった。しかし迂回していた二個中隊が道を誤り、北朝鮮軍と遭遇し交戦した。 北朝鮮軍は、偽装に感づいたらしく、中隊を収容しに来なかった。戦闘は激しく、二個中隊は撤退し作戦は、失敗に終わったと思われた。しかし、西側から浸透し、無線が通じずに、待ち伏せ姿勢のまま待機していた一個小隊が、一個、中隊程度の北朝鮮軍を捕捉、攻撃した。小隊は104人を射殺し、捕虜13人を得て、 小銃100丁余り、期間銃1丁を旅客して引き上げ、結果作戦は成功した。1950年6月10日、第6師団長。春戦の戦い1950年6月25日、朝鮮戦争勃発。韓国軍第6師団には、北朝鮮軍第2師団と独立戦車連隊の支援を受けた、北朝鮮軍第12師団が進行してきた。 韓国軍第六師団は、謙遜な地形を利用して優先した。この戦闘で、北朝鮮軍は、終戦の攻略が遅れ、北朝鮮軍第二師団は、かなりの損害を受けた。これにより、第二師団を水原に突入させ、韓国軍主力を補足するという北朝鮮軍の計画につまずきが生じることとなる。6月27日、交戦に敵の圧力が加わり、 中戦を放棄せざるを得なかった。この時、韓国陸軍本部との連絡が通じると、金四郎一から、機関の判断で中央戦沿いに急給せよと命じられた。しかしその後、陸軍本部との連絡は途絶した。第六師団は抵抗しながら、厳州に整然と交代した。6月30日、交戦が陥落して、北朝鮮軍は行動の自由を得たが、予定より4日も遅れたことは、 後の戦況に大きく影響することになった。第六師団は、厳州に撤収し終え、厳州防御を準備した。その後、朝鮮国策選局長が厳州に飛来した。朝策選局長は、全般戦況を伝え、第八師団の撤収を援護した後、中州まで交代して、離州方面の警戒を厳にするよう注意した。また、第八師団に交代命令を伝えるように依頼した。 本守護は第8師団に陸軍本部の命令を伝えた後、偵察隊を出した。履州の町は至るところに人民共和国万歳の壁砲が貼られ、敵の侵入をにわせていた。この報告に本守護は履州に入った部隊が中州に南下して師団の退路を断つことを恐れた。7月の地帯戦闘7月1日午後、第6師団に厳州を放棄して中州。 津津川の線まで交代するように加齢した。夕方、第七連隊に上林座との峠を防御させ、主力を持って中州北側の観光船を防御した。しかし、観光船の韓国軍主力と第六師団の間には9 0キロメートル以上の観劇ができており、陸軍本部がある水原は解放されていた。陸軍本部は3日に、第六師団に安城付近から、 中州までの間を防御するよう命じられ、今週後は、第2連隊、第2大隊を聖官方面、第19連隊を安城東側、第7連隊を中州に急進させて防御した。7月4日、陸軍本部は、第6師団に一部を持って、第8師団の転進を援護するとともに全力を持って、安城東側から影城の線を確保せよと命じた。は、中州の 第7連隊を影城に急破して、第2連隊主力を中州に止めて、第8師団の転身を擁護させた。影城に派遣された第7連隊は、第15師団第49連隊を待ち伏せで撃退している。7月5日夜、第6師団司令部を中州から卒後に移動した。この時、師団の正面は 70km にまで展開しており、 アメリカ軍第34連隊の右翼を防御すると、共に韓国軍第1軍団を援護した。7月5日夕方に司令部を卒母に移し終えた、金士団長は無極佐との奪回を決意し、7月6日に、砲兵支援の元第7連隊に奪回を命じた。第49連隊を撃退して、無極佐とを奪回したが、間もなく、逆襲を受け影城の求人地に交代した。 7月7日、中秋北側の観光船で、北朝鮮軍第12師団が渡火を開始したが、第3大隊はこれを撃退した。翌8日、北朝鮮軍第12師団と、北朝鮮軍第1師団が攻撃を開始し、第2連隊は水安穂に撤収した。7月9日、第2連隊は反撃を開始して、敵と数時間交戦した。しかし、 連隊の攻撃も底をつき、敵が両翼を包囲し始めたので霧を利用して、花泉里まで交代した。10日には、第7連隊と第19連隊主力が集結した。7月12日、北朝鮮軍第1師団が攻撃を開始した。第6師団は、抵抗を試みながら、昇白山脈に撤収した。7月13日、リカレーとト,トリレー関南側に、第2連隊。 第19連隊を占領させ第7連隊を第2戦に配備した。金士団長は不撤退を決意していた。7月14日、北朝鮮軍第1師団は再び攻撃を開始した。7月15日に第2軍団が創設され、敵と交戦中であった第6師団と第8師団が編入された。第6師団は、 敵と交戦していたが、北朝鮮軍第一師団が戦車を先頭にして、火力支援のもとに総攻撃をかけると、第六師団は撃退され16日に玉女盆、風なり山の線に交代して、戦線を整理した。ところが、左翼の第一師団との間に3 0トルの間撃ができており、そこに第十五師団が南下したため、第二軍団に、 英鋼の戦への交代と一個大隊を馬券ね以上に、急破するよう命ぜられた。その後、第6師団は、英鋼を障害にして、北朝鮮軍第1師団、北朝鮮軍第13師団の猛攻を防いでいたが7月25日には、英鋼南岸の陣地は、至る所で散植されていた。7月27日、増援の韓国軍第1師団が到着すると、 以後8月まで第一師団と共に日光師団との決戦が続けられた。富山共闘歩の戦い8月2日、第二軍団の命令により、第六師団は落闘校を溶かして竜はじめ道一帯に配備した。8月3日、落闘校を溶かした北朝鮮軍第一師団が攻撃を開始した。第六師団は一進一退の攻防を繰り広げながら、 軍医南側の新しい安市まで交代した。新しい安市では、北朝鮮軍第8師団が加わり8月中、第6師団は2個師団と交戦した。9月構成で、第6師団は、北朝鮮軍第8師団と交戦した。9月5日、右翼の北朝鮮軍第8師団が撃退され、A 川が危機的状況となっていたので、第1師団は、第11連隊、第6師団は、 第19連隊を軍団に差し出した。9月6日、北朝鮮軍第8師団は一斉に攻撃を開始した。天候が悪く航空機の爆撃がないと踏んだのか、昼間に攻撃した。第6師団のベ特攻隊は先方の戦車8両を破壊した。北朝鮮軍第8師団はアメリカ空軍の大規模な爆撃で大きな打撃を受け、以後は夜間に小部隊で、 全勝陣地を襲撃する程度になった。北朝鮮軍では日ごとに投降、脱走する兵士が増加し、主勢に転じることとなった。北新9月15日に、新川上陸作戦が行われると、第8軍は攻勢に転移した。第6師団も、翌16日に攻勢をかけたが、北朝鮮軍第8師団の抵抗で攻撃は、進展しなかった。9月21日夜、 第二連隊長の皆平前大佐は、連隊の車両170両を集結させ、全商刀を付けおう声でえで軍艦を歌わせながら、部隊を北進させた。そして全商刀を消して静かに交代すると、再び同様に、車両後軍させ、これを3回反復させると敵に大規模な増援部隊が前進していると思わせた。この策により取り、林さんを無欠で脱回した。この後、 北朝鮮軍第8師団を撃滅。9月22日、軍医を奪還。師団は配送する部隊を撃破しながら北上した。そして9月30日、厳州に到達した。10月5日、第6師団は38度線を越えて、春戦河川、金河平行道沿いに進撃した。10月10日、第2軍団の命令で元山に進撃し、10月14日に到着した。 中京軍の介入第6師団は北上して、敵の抵抗を廃して広島を攻略した。10月24日、今週後は、第19連隊に広島を確保させ、第7連隊を、蘇山、第2連隊は、恩意を経由して、壁道に突進させた。このため、第6師団は、南北 90km、東西 50km に分散していた。また10月中旬に、 中共軍が密かに王緑港を渡り、朝鮮半島に侵入しており、北上する国連軍を待ち構えていた。中共軍は道路に部隊を配置せず、第七連隊をわざと通過させてから退路を遮断し、後続の第に、連隊を包囲した。第七連隊の先鋒隊は、祖山に達して王緑港一番乗りを果たしたが退路を遮断されており、 包囲された第2連隊と第7連隊は回覧した。この混乱時、今週後は、車両事故により不詳入院しており、第6師団長は、長宮子秋順将が就任した。1950年10月31日、第9師団長。1951年1月13日、第1軍団参謀長。同年3月17日、第3師団長。第3師団は、 第3軍団右翼の特席、佐カリボンの線を防御していた。5月15日、北朝鮮軍と中京軍は5月攻勢をかけた。第3師団は北朝鮮軍第5軍団と攻戦、数度の攻撃を撃退したが16日午後、右翼の首都師団第1連隊の主抵抗戦が突破されてから状況が悪化し陣地の一部が突破されたが地形を利用して、 主抵抗戦を防御した。しかし、左翼の第7師団、第9師団の状況と交代路上の五三峠が遮断されたとの報告を受けると敵の包囲を憂慮して交代した。第3軍団は第3師団と第9師団を共同させて五三峠を突破した後交代する計画を立案した。しかし両師団の堅密な連携と統制が不十分であった。 このため、中共軍の攻撃で混乱が生じ、師団の統制が不可能な状況であり一部の部隊は無断で無秩序に交代した。5月18日、今守護は突破は不可能と判断すると、攻撃を中止して、カオルダイアマを経由して、青村に交代するよう命じた。しかし、中共軍の追撃で多くの部隊が分散した。5月攻勢が収束した後、人事局長。 1952年5月、第9師団長。9月1日、任意少将。10月6日、中共軍第38軍が、鉄源北方の395高地を攻撃した。第9師団は強力な砲兵及び、航空火力の支援を受けながら14日間、第38軍と14回にわたる争奪戦を、繰り返し頂上の主が7回入れ替わるほどの激戦を、繰り広げた。 本守護は、適時、適切な予備隊の投入及び部隊交代によって、将兵に活力を与え目標奪取のための指揮を堅持した。激戦の末、395高地を確保した。第9師団は約3500人の死傷者を出し、中共軍は約1万人余りが戦死傷または捕虜となったと推計された。この時の功績で、主君十字章を授与された。 1952年11月、陸軍士官学校校長。1954年2月、第1軍団長。10月、任中長。1956年9月、第5軍団長。1957年7月、陸軍教育総長。1959年2月23日、陸軍参謀次長。1960年8月、 第一軍司令官。十月、合同参謀議長。1961年6月、陸軍参謀総長、任大将。1965年4月、予備役編入。1966年3月30日午前9時25分、自宅で、肺腫瘍によって死亡。朝鮮戦争で活躍した最も印象的な、韓国軍指揮官を挙げるとするならば、まず最初に、 白禅と今主語を挙げることができる。白禅は大将よりも部隊の編成を維持して無理をしない作戦で敗北しない粘り強さが強みであり、それに比べると金正語の戦果は尖っていた。副官だった陳将によれば完璧主義者に近く何をしていても隙がなく責任感が強かった。また、悲企の表情を出さず怒ることがあまりなかった。 林富沢は、交代作戦の時は、どうも、消極的な指揮だと考えて、よく喧嘩した。しかし考えてみれば、常に全般を見た、沈着な指揮統率であったと敬服している。結局、清川公判で負傷されるまで、逃げ得たわけだが、資料集密で計画性があり、決して無理をしないので定評があったと、今週後の統率について、敬意を払っていた。笛諸島学校増地区。 笛中学校と清掃ハイテク高等学校の前身となった、笛工業高等学校、外川諸島学校、くずりん諸島学校、県ン中学校の建設を支援するなど、故郷の教育の発展に寄与した。1962年8月に、フィリップ・チャールズ・ファビブがアメリカに送った文書には、陸軍の優秀な指揮官であり、牧聖機議長は、 彼の能力に徐々に頼る必要があると思われると書かれている。九万軍上場。後、韓国陸軍中将朝鮮戦争中に航空機事故に手戦し。編成は、第2連隊、第7連隊、第19連隊、第16砲兵大隊、工兵大隊。春戦、高戦正面の警備を担当した。元日本軍大尉。後、 韓国陸軍中将第19連隊第1大隊で編成した弁慶英少尉以下6人の特攻隊。元日本軍順位。後に韓国陸軍中将。第6師団、第12師団、第32師団。ありがとうございます。